皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。流行り紙の続きをプレイしていきましょう。今は小暮さんとお食事をしているシーンですね。しかし先輩、鬼女の噂は子供の間で広まっているのでしょう。人を見かけると逃げるというのは子供を見ても逃げるということでありましょうか。僕はつゆにネギを加えながらうなずいた。それはいい考えかもしれません。大人が相手ならまだしも子供相手に逃げるのは奇妙ですね。オス、もしかして犯人は人との接触を極端に嫌う人物なのではないでしょうか。小暮さんが器用に麺をすすりながら発言する。それじゃあ今まで会った人たちは除外されますね。この際ですから全く新しい犯人像を考えてみますか。ん？子供を見ても逃げてしまう臆病な犯人。でもおかしくありませんか先輩。犯人はユウスケ君を誘拐したのでしょう。矛盾しているではありませんか。そうですね。その矛盾こそが犯人の特徴であり、誘拐の動機につながっているのかもしれません。まずは人を見かけると逃げるという点から犯人像を割り出してみましょう。子供相手でも逃げ出してしまうほど人を避けているということは、普段できる限り人間と接触しない生活を送っているはずだ。人間と接触するのが嫌というレベルではなく、恐れすら抱いている可能性もある。そういえば鬼とはもともと陰という字を書いて、姿の見えない隠れた存在だと優香さんが言っていた気がする。普段人と接触しない犯人ですか。そうなると聞き込みから人物を特定するのは困難を極めるのではありませんか。小暮さんが表情を曇らせる。悲しいことに最近は隣人の顔すら知らない人間がほとんどですからな。昔を懐かしむような表情で小暮さんは嘆いた。このゲーム自体が10年ぐらい前のゲームやけど、もうその時からすでに言われてんねんね、これ。いや、小倉さん、もう赤間先から小倉さんって言ってる。私、小暮さんのこと、あれ、私ちゃんと小暮さんって言ってた。今までこのパート始まってから小倉さんって言ってたね。小暮さん、生活するためには社会との関わりを完全に断絶するのは不可能です。食事の調達だってあるし、電気や水道だって使っているはずなんですから。ゴミだって集積所に出さなくちゃいけないし、お金だって必要です。山奥で仙人みたいな生活をしていない限り、必ず何らかの手がかりはありますよ。確信があるわけではなかったが、ここで諦めるわけにはいかないので、少々強引に希望的観測を述べた。小暮さん、犯人が人との接触を避けているとして、一番の問題は何だと思います。それはもちろん。小暮さんは丼に残ったうどんを一気にすすった。食事に決まってます。食べることが生きがいみたいな小暮さんにとってはそうだろう。しかし小暮さんの言葉は間違いではない。人間に限らず、生き物は栄養を摂取しないと生きていけない。それじゃあデリバリーや通信販売を行っている店を中心に聞き込みをしてみましょうか。先輩、店屋物を扱っている店も要チェックですよ。僕たちは互いにうなずき合うと、丼を抱え残ったつゆを飲み干した。僕らは早速調査を開始した。誘拐現場周辺に通信販売やデリバリーのチラシ、冊子などを配っている店をすべてピックアップし、しらみつぶしにしていく。それは気の遠くなるような作業だったが、刑事の仕事っていうのはそういうことの積み重ねだ。聞き込みの条件としてはこうだ。1. 女性客。 2. 毎日のように注文する。3. 受け渡しの時に顔や姿を見せない。その結果、18名の該当者があった。ただ3の条件については微妙で、例えば注文するのが女性でも受け取るのが男性、
多分夫婦や家族だと思われるなどが多い。ただ一人だけデリバリーを直接受け取らず、ドアの前に置くよう指示する女性がいるという。女性の名は雪村京子。代金などはドアノブに代金の入った袋がぶら下げてあるらしく、みなインターホン越しにしか話をしたことがないという。住所を聞き出し地図で確認してみると、彼女の住んでいるアパートは祐介くんがさらわれた公園からそう離れていない場所にあった。しかし祐介くんの誘拐事件が発生した日からどの店にも一切オーダーが入っていない。そしてさらに宅配便の会社を回っていた小暮さんが編纂室に飛び込んでくるなり興奮したように言った。誘拐事件の日、宅配のドライバーが雪村京子宅に届け物をしています。呼び鈴を押したところ、室内から男の子の声がしたそうなんです。男の子の声。ええ、その証言によりますとこんな感じだったと。ねえ、誰か来たよ。ああ、ダメよ、ゆうちゃん。もうゆうちゃん、ゆうちゃんって言うてしもてる。どうして？それはね、その後は二人とも声を潜めてしまったので何も聞き取れなくなりました。そして何度呼び鈴をしても結局誰も出てこなかったそうです。ドライバーさんはゆうちゃんという言葉を聞いたんですか？確かに 100% 確実ではありませんが、そんな前だったと証言しています。もう完全にゆうちゃんやん。調べでは雪村京子が注文するものは全て一人分だと分かっている。つまり完全な一人暮らしであり、普段誰かと同居している形跡はない。無論子供などもいない。これはひょっとすると当たりかもしれない。行きましょう小暮さん。僕と小暮さんは編纂室を飛び出すと彼女の住むアパートに向かった。今まで出てきた登場人物の中に犯人がいるかと思わせておいて新しい人物を急に出してくるっていうちょっとずるい手法やね。雪村のアパートは閑静な住宅街の中にあった。これもできるだけ人に接触しないための手立てなのだろうか。先輩、あそこの部屋、真っ黒のカーテンが。小暮さんが緊張しつつ小声で言う。確かに他の部屋は昼間からカーテンを閉め切ってはいない。でも僕らの目指す部屋の窓はカーテンを閉め切っている。誰もいないのか？それとも中で誰か寝ているのか？僕らは足音を忍ばせ、慎重に雪村京子の部屋へと向かった。部屋の前に着くと僕らは中の様子を伺った。中からは何の物音もしない。しんと静まり返っている。どうします先輩。僕は迷った。祐介くんを救出するために最善の判断を下さなければならない。迷った挙句僕は、これはさ、道明寺に相談だじゃない。僕は道明寺に相談することにした。どうも彼あっち側の人間っぽいからね。これまで独断先行できたが、ここは本部と連携して万全を期すべきだろう。携帯に出た道明寺は事情を聞くと、わかりました。とりあえず先輩たちで踏み込んでもらえないっすか。結局、僕たちだけで？そうっす。印南警視はまだ会議中でして、どうせ共同捜査は無理っすから、先に踏み込んで先輩の好きなように調べて情報を確保してくださいよ。道明寺の提案は大胆だった。いいの？令状もなく。失敗してもそれは僕たちの責任だから彼に影響はないといえばそれまでなのだが、単独行動を余儀なくされた僕たちは1階にいる大家さんに頼んで鍵を貸してもらい家宅捜査。
のこれって勝手に。あ、ごめんなさいね。ちょっと私の家にも誰かが来たようやわ。ちょっと休みの日に動画撮ってたから宅急便が来ました。 Amazon 届きました。僕は深呼吸を一つすると借りてきた鍵を鍵穴に差し込んだ。息を潜めて真っ暗な部屋の中へ一歩踏み込む。物音はしない。人の気配もない。しかし油断できない。小暮さんと目で合図し合い、靴を脱いで足音を立てないよう慎重に歩く。雪村の部屋はワンルームマンションらしく、キッチンの奥にすりガラスのドアが一つ見えるだけだった。他の扉はトイレとバスルームだろう。僕と小暮さんはドアの前で止まり、左右の壁に張り付いてうなずき合った。雪村はいるのか、ゆうすけくんはいるのか。頭の中で自問自答がぐるぐると目まぐるしく回る。僕は意を決してそっとドアを開いた。恐る恐る中を覗き込むと、カーテンの隙間からわずかに明かりが差し込んで部屋の中を照らしていた。慎重に部屋を見回すが誰もいない。雪村も祐介くんもこの家にはいないようだ。僕は手探りで部屋のスイッチを探し当て明かりをつけた。もうちょっと小暮さんにびっくりしたわ今。小暮さんがうめき声を上げた。何か恐ろしいものを見た時のような恐怖を伴ううめき声。眩しいほどの照明に映し出された室内は異様な雰囲気に満ちていた。それはまるで少女の部屋のようだった。花柄の壁紙、ピンク色のカーテン、部屋の隅に置かれたパソコンのモニターやテレビを覆い隠すようにレース地の飾り布がかけられていた。誘拐犯が立てこもる部屋を思い浮かべて踏み込んだ僕たちにとってそれは思いがけないものだった。決して怖いものではないはずなのに、そのギャップが背筋を冷たくさせた。ファンシーなんやな部屋。僕は祐介くんの手がかりを探しているうちにあることに気がついた。ここには女性の部屋ならあって当然のものがないのだ。それは化粧品？あって当然でもないけどね。鏡はね、男性の家にもあるやろうし。そうだ、この部屋には化粧品がないんですよ。化粧品？僕の独り言を小暮さんが怪訝そうに聞き返した。まあでも見えるところに置いてない可能性もあるけどね、パッと見で。私は全部片付けたい早から置いてないしね、そういう人かもしれんよ。ええ、全ての女性が化粧品を持っているとは言いませんけど、化粧品の一つや二つ持っていてもおかしくはないはずです。まさか実は男とか。小暮さんが柔軟な発想を展開する。考えとしては悪くないが、それでは貴女の噂と合致しない。それに男が女装しているのならなおさら化粧品が必要だ。そしてよく見れば化粧品とセットであるはずの鏡もない。ああ、鏡が正解やったかな。気になって洗面台を確認してみるが、鏡は取り外されていた。化粧品もなく鏡もない女性の生活。男の僕にはわからないが、そんなことがあるのだろうか。先輩、これ見てください。何か見つかりましたか？小暮さんはテレビ台の下に置かれていたゲーム機を指し示した。そこには古いものから新しいものまで様々なタイプのゲーム機が収められていた。よくよく眺め回してみると、この部屋にはゲーム機に限らず他にもたくさんのおもちゃ類があるようだ。ずっと部屋を出なければ暇つぶしにゲームもするでしょうが、女性の一人暮らしにしてはいささか多すぎるような気もしますな。祐介くんを人質にしている間、騒がないように買い与えたとか。うん、では先輩は雪村が犯人だとお考えなのですか？そのつもりで踏み込んだんじゃないの、私たちって。
そのつもりもなく留守の家に勝手に踏み込んだってやばない。まだ断定はできません。しかし有力な被疑者であることは間違いないでしょう。かもともとここがゆうすけくんの遊び場というか逃げ場やった可能性もあるよね。実は何回か通ってきてた的な。僕はより多くの情報を確保するためパソコンに近づいた。それも見るのでありますか。ええ、雪村京子にとってパソコンは必需品だったでしょうから、家から出ないで生活するためにインターネットで生活物資を通信販売で購入した可能性が高いです。これを調べれば彼女の生活が少しはわかるかもしれない。僕はパソコンの電源を入れた。静かな部屋に起動音が響くとモニターから画面が流れ始めた。インターネットをつないで雪村京子が過去にどんなホームページを閲覧していたのかチェックしてみる。予想した通り通信販売のサイトがほとんどだった。このパソコンも捜査本部が到着したら丸ごと押収されるだろう。今僕らの手にあるうちに情報を集めておかなければ。僕は最近使ったファイルという項目を選んで、雪村京子が最近まで使用した、うわもうこんなんめっちゃされたないよな。これさ、捜査令状も何にもなく勝手に部屋入ってきてこんなんされたら、もうほんま殺したらなるかもしれん。いやまあ私はさ女性やから、男性みたいになんかそういういやらしいファイルとかは入ってないけどさ、でもこういう動画投稿とかも結構こそこそやってるものやからさ、家族とかにも言ってないし、そういったものをさ勝手にこうずかずか入ってきた人間に見られたら、なんかほんまに自分の裸見られてるより恥ずかしいよね。しかもあれダイアリーって書いてる。日記読むの？何が僕の心臓が激しく反応したんやねん。あかんって、もうこんなんもうかわいそう。雪村京子はパソコンを使って日記を書いていたのだ。僕は額に流れた汗を拭い一番古い日記を選択した。ブログちゃう？ブログ。ああ普通に日記や。罰月8日カウンセラーから日記をつけろと言われた。自分を客観的に見つめ直すためだ。それでこの死にたくてたまらない気持ちが安らぐの薄らぐのだろうか、誰にも会いたくないという気持ちが和らぐというのだろうか。薄らぐとは思えない。誰も信じられない。そんな自分がたまらなく嫌だ。客観的に見つめたって改めてそう思うだけに決まっている。吐き気がする。精神病んでたんかな。罰月9日書くことがない。まだ2日目なのに書くことがない。一日中家にいるのだから当たり前だ。ただ生きているだけの生活。違う、ただ死んでいないだけの生活。罰月10日黒いカーテンをかけているから外の景色は見えない。声を出した。誰にも届かない叫びを。誰にも聞き届けられない叫びはなかったのと同じだ。私なんていないのも同じ。声を出したのは久しぶりだった。動画でも撮ってみれば。ゲーム動画撮ってみれば。家に一日中いるんやったら声出すよ。しばらくは変わり映えのしない文章が続いたが、翌月に入って変化が見られた。その日記はこう始まっていた。あの子に出会った。僕は引き込まれるように日記を読み進めてみた。罰月17日あの子に出会った。人と面と向かって話をしたのは何年ぶりだろう。カウンセラーとも電話でしか話していないからもう2年になるだろうか。少しだけあの子と話をした。楽しかった。こんなに楽しかったのは久しぶりだ。ああ、何から書けばいいんだろう。ものすごく興奮している。
出会いから書こう。忘れないために。出会ったのは河原だ。私は死にたくなって家を出た。入水自殺するつもりだった。私は一度豪華に焼かれかけた人間だ。だから死ぬ時はたくさんの水に包まれたかった。死ぬのは怖くない。そんなものは人のエゴの恐ろしさに比べればどうということはない。昼間に外に出たのは久しぶりだった。ふらふらと何かに導かれるように私は川へと向かった。川の水は冷たくて気持ちが良かった。何もかも洗い流してくれるような気がした。中本堂まで歩いたとき、不意に手をつかまれた。危ないよ、何してるのってあの子が手をつかんだ。死なせてほしい。私はそう言ったのだけど、あの子はとても強い力で私を岸の方へ引っ張った。あなたには関係ないと私は手を振り払おうとした。でもあの子は関係あるって言った。僕の大好きな場所で誰か死ぬなんて嫌だって言った。私は彼の思いがけないほど強い力に引きずられ、岸へと上がった。本当なら焼けて死ぬはずだったのだから、ここで死んでも同じ。そう言うとあの子は少し驚いて、シャツをまくり上げて自分の背中を見せた。そこには目を背けたくなるほどの火傷の跡があった。僕も同じだよ、彼はそう言った。涙が溢れてきた。なぜだかはわからなかった。あの子はおろおろしていたけど、ハンカチで私の涙を拭ってくれた。胸が痛かった。痛いほどに胸が締め付けられるような思いだったのだ。そこに立ってようやく私はあの子のことを恐れていない自分に気づいた。あの子は辛いことがあるとこの河原に来るそうだ。何があったのか聞いたけれど教えてはくれなかった。その代わりこの河原が父親との思い出の場所なのだと教えてくれた。私は死ななくてよかったと思った。今日はあの子の思い出の場所を私の死で汚すところだったのだ。今まで自殺に失敗したときは死に損なった、死なせてもらえなかったという思いばかりが強かった。けれど今日は心底死ななくてよかったと思った。こんなふうに思ったのは初めてだった。あの子との時間はあっという間に過ぎ去っていった。私は帰り支度を始めるあの子に、まるで初恋をした娘みたいに恐る恐る声をかけた。また会えるかな。声が震えた。それを悟られるのさえはばかられて必死に平静を装った。拒絶されるのが怖かった。この奇跡のような出会いが今日だけで終わってしまうことがたまらなく恐ろしかった。だから本当はそんなこと聞きたくなかった。もう二度と来ないって言われたら私はもう生きていく気力を取り戻せないだろう。でもまた明日ここへ来るよ。胸が震えた。小さくなっていくあの子の影を見つめながら、私は早く明日になればいいと祈っていた。ひょっとしてこれが生きているということなのかもしれないと思った。今までの死んでいないという状態ではない。生きているという状態。明日が恋しいと思う気持ち。なやのな。小暮さんの声で僕は我に返った。慌てて振り向くと小暮さんが白手袋をはめた手で何かをつかみ上げている。これを見てください。あ、それは教科書だった。そこに書かれている名前は、ゆうちゃん。向こうの部屋にランドセルが置いてあって、その中にこれが。間違いないです。犯人は雪村京子です。僕は道明寺に電話し、この部屋に家宅捜索を行ってもらうよう手配した。まもなく本部の捜査員や鑑識が大勢この部屋に詰めかけることになるだろう。逆に言えば、これでこの部屋は捜査本部の手に渡り、僕らが調査することはできなくなる。そこで僕は罪と知りながら、雪村京子の日記をコピーして持ち出すことにした。先輩、それは…生真面目な小暮さんは一瞬、僕を止めようとどうしようか迷う風だった。責任は僕が持ちます。
日記のデータをコピーし終えると、僕たちは足早に雪村京子の家を後にした。USB 持ってたん、私。水上くん。用意がいいね。雪村の家を出た僕たちは、編纂室に戻ることにした。日は傾き始めていたが、捜査の手を休めるわけにはいかない。それに雪村京子の日記が気になって仕方がない。早く続きを読まなければ。人のプライバシーを覗き見して喜んでる。僕は早速自分のパソコンを立ち上げ、コピーした日記を読むことにした。警部に捜査状況を報告しようとしたが、ソファーで安らかに眠っていたので、そのまま放置しておいた。小暮さん、この日記を読めば雪村京子の人物像を知ることができ、そして事件解決の糸口を見つけることができるかもしれません。僕の言葉に小暮さんは神妙な面持ちでうなずいた。そして大きく一つ深呼吸してから、僕は日記の続きを読み始めた。月18日、約束の時間は午後だったのに、私は待ちきれなくって、朝目が覚めるなり河原へ行ってしまった。もし来てくれなかったらどうしよう。あの子は約束を破らない。なぜかそんな気がして待ち続けた。そしてあの子は来てくれた。私の姿を見つけると笑顔で手を振ってくれた。それだけで涙が出た。あの子がまたどこか痛いの?と心配してくれて。そんな優しさにますます涙が止まらなくなった。泣き虫だねってあの子は笑った。あの子と話しているとすぐに時間が経ってしまう。私は話題を持っていないからあの子の話を聞いてばかりだった。あの子は友達のこととか好きなゲームのこととか自分のことをいっぱい話してくれた。それなのに私には何も話すことができなかった。自分が嫌になった。あの子につまらないやつだって思われたかもしれない。だとしたらどうしよう、怖い。もしかしてそれでゲーム買ってんのかな?共通の話題に触れようと思って。インターネットであの子の好きなものを一生懸命勉強した。徹夜なんて久しぶりだった。今まで自分が接したこともない未知のものをとにかく頭の中に詰め込んだ。まるで学生の頃テスト前に一夜漬けした時みたいに。寝不足のまま約束の場所に行くとあの子はもう来ていて、また会ったねって笑ってくれた。私は一生懸命話した。あの子の気に入ること、好きなことを話した。すごく喜んでくれた。でもあの子を騙しているような気がして胸が痛んだ。今の私はあの子だけが生きがいになりつつある。あの子のためなら私はどんなことでもするだろう。何歳なんやろね、雪村さん。月20日、今日は雨で、しかも土曜日だった。あの子がいつもの河原にいるかどうか不安で不安で、朝から落ち着かなかった。我慢できなくなって昼頃に河原に行ったら、あの子は傘を差してポツンと立っていた。濡れて風邪をひくといけないからと家に招いた。服が濡れていたので乾かしてあげようと思ったら激しく拒絶された。私は混乱してどうしたらいいかわからなくなった。必死に謝った。あの子はもういいよって許してくれた。でも私は見てしまった。ズボンを履いたあの子の足、わずかに覗いたその肌にいくつもの青あざがあったことを。どうしたのって聞いても悲しそうな顔をするだけで、あの子は答えてくれなかった。私たちはゲームをして遊んだ。ああ、虐待受けてたもんな、祐介くん。あの子は普段あまりゲームができないと言っていたが、物覚えが良くてすぐに上手になった。私なんか下手くそで全く相手にならなかった。ごめんね、私なんかとゲームしてもちっとも面白くなかったよね。でもあの子は私のことを下手くそだなって笑いながら真剣に遊び方を教えてくれた。あの子はいつも私に気を使ってくれる。もっとわがままを言ってくれていいのに。そう思うのは私のわがままなのかもしれない。
ゆうすけくんいい子やな。私なんか甥っ子とさサッカーゲームしててさ、私がもう下手くそすぎてさ、しょうもないねんって言われたからな。明日は日曜日、彼は来れないらしい。そう聞いただけですごく落ち込んだ。また月曜日に遊びに来るよってあの子は言ってくれたけど、一日会えないのがつらい、とてもつらい。あの子のいない生活が早くも考えられなくなってきている。なぜこれほどまでにあの子に依存するようになってしまったのだろう。依存してることは自覚ありか。8月21日、今日は日曜日、彼は来ない。日曜日はいつも事情があって遊びに行くこともできないそうだ。どうして？私よりも大切なことなの。でも怖くて聞けなかった。それを聞いてしまったら私は、え、なんなん？え、ゆうすけくん小学生でしょ？この人何歳？8月24日、あの子はやけどのことについて少しだけ話してくれた。やけどは背中全体に及び、痛々しくて見ていられなかった。けどなぜかあの子は誇らしげだった。辛くないの？という私の質問にあの子は首を振った。このやけどは愛情の証なんだよ。そう言ったあの子は嬉しそうに笑った。8月28日、今日は日曜日だというのにあの子が来てくれた。夕方もう日が暮れそうになった時、私の家に遊びに来てくれた。今日は来られないはずなのに、私は嬉しくて嬉しくてまた泣いてしまった。夜遅くまであの子はいてくれた。私はあの子のために夕食を作りごちそうした。誰かのために料理を作るなんて何年ぶりだろう。あの子の喜ぶ顔が見たくてワクワクしながら料理をした。あの子は喜んでくれたけど、ちょっと気合を入れすぎたみたい。量が多かったらしい。少し前までは夜が訪れるたびに私は泣き出しそうなほどに寂しくて辛くて死にたくなっていたものだ。でも今日はあの子がいてくれた。私は孤独じゃない。あの子と夜の街を歩いた。私は幸せだった。8月29日、彼が来ない。昨日約束したのに。どうしたんだろう。何かあったのだろうか。不安で不安で河原に行こうかとも思ったけど、この家を出て行ってもし行き違いになったら、そう思って一日中部屋で待っていたのに。ああ、どうして来てくれない。そんな夜の街うろうろしたからじゃないん。お母ちゃん怒って閉じ込められてたんちゃうの。それで8月30日、今日も来ない。不安と絶望で昨日の夜は眠れなかった。あの子の声が聞きたい。あ、もうこれ30分経つん違うかな。ちょっといいとこなんですけど、一旦ここで切らせていただきますね。